トリケおまけ。収録が終わりまして飯田先生と雑談をしていたんですが、はいはい、雑談をしていた時のお見合いの歴史とかお見合いの効能みたいな話がすんごい面白かったんで、うん、慌ててこう回しております。お見合いの歴史18世紀中止国のあたりから教えてください。はいはい、これ前提になるのが、うん、マルサスの人口論というやつで、このトマス・マルサス、まあ、古典派経済学の大物ですけれども、うんうん、マルサスの人口論っていうのは、うん、人口ってネズミ算式に増えていくと、子供が子供を産んで子供が子供を産んでいくとネズミ算式に人口は増える。しかし一方で穀物の生産は、うん、ゆっくりしか増えないと。うん、そうすると人口が穀物生産の壁にどっかでぶち当たると。なるほどなるほど。そうするとファータリティレート、妊娠確率が落ちるんです。これ単純に言うとやっぱり栄養状態が悪いと子供生まれなくなるんですよ。人間所詮動物なんで、うんうん、それ栄養状態に応じて子供の数っていうのがやっぱり左右されるんですね、うんうん、マルサスの人口論は、うん、要は人口はバリ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 増えていく、うん、どっかで、穀物の天井にぶつかると、うん、食料生産の天井にぶつかると、そこで食料危機が起きるっていう話なんですけれども、ど、うん、実は日本の歴史をたどってみると、うん、日本ってだいたい18世紀前半ぐらいで一回人口が頭打ちになる時期があるんですよ、うん、でこれをなんで18世紀徳川吉宗、とか、そして徳川吉宗田沼時代寛政の改革というふうに進んでいくんですけれども、うん、あの時代の人口停滞というのをまあ、いろんな仮説はあるんですけれども、うんうん、確かに天明の大飢饉とかって、うん、食料生産が悪かったから人口が頭打ちになったんだというのが当たり前、これすごくマルサスっぽい説明ですよね、さっきの。しかしですね、うん、同時期に関東東北の大飢饉の影響が薄い西国、まあ、中四国、うん、九州地方でも、うん、やっぱりね人口の伸びが鈍化してるんですよ。店舗の飢饉とかあんまり関係ないですね。お、まあ、店舗の飢饉日本全体に影響は及んだとはいえですね、うん、どういう転換が起きたのか、まあ飢饉と無縁ではないんですけれども、うん、その以前はめっちゃ単純化するとなんとなくやることやってなんとなくできるものできちゃうっていう人口増と結婚のあり方っていうのがまああったわけですね。なるほどなるほど。それやってると何が起きるかっていうと子供が増えすぎちゃうんですよ。でさらに言うとそのできた子供に、うん、相続させる土地がない。今でもたわけというのは、うん、バカという意味で使えますけれども、うん、それの語源のお説の一つに、うん、要は兄弟で田んぼを分割相続する、うん、それでまた分割相続する分割相続するっていうと全員で食えなくなっちゃう。そうそうそう。ちっちゃい土地だけになってしまうと全員で食えなくなるから分地しちゃいけないよ。これの逆が頼れるなんですよね。お、土地が頼れる田んぼが寄せられるですです、っていうまあ説があるんですけれども、うん、それと同じように分割相続なんかさせられない。ではどうしたらよいかっていうと、うん、これどっちが後でどっちが先かはわからないんですけれども、はい、18世紀頃からちゃんと結婚するようになる。すごい雑な言い方ですけれども、要はなんとなくくっついてなんとなく子供ができる社会じゃなくて、うん、しっかりと、まあ、家と家かもしれないし、うん、あとはちゃんと食わせられるから結婚できる。そうじゃない人は、ずっと部屋住みとか厄介って言いますけれども、長男のところで長男のことを手伝って人生を終えるっていう風になっていったと。そのせいで、同時期に西日本を中心に女性の初婚年齢が上がっていくんですね。単純に言うとその食わせられるぐらい稼げてる男、なんか今の時代と同じじゃないですか。そうなんです。食わせられる男じゃないと結婚しちゃいけないってなると男の婚姻年齢が上がりますよね。なるほどなるほど。そうするとそれとバランスのいい女子の年齢も上がってきますから。なるほどなるほど。そうすると初婚年齢が遅くなる。遅くなるって言っても20とか21とかそういうぐらいのレベルですけれども、まあ、人生40何年人生50年かとかの時代ですから、まあまあまあその時代に初婚年齢が上がるとやっぱり出産数自体も減るんですよね。今の感覚で言うと30ちょいになったって感じですかね。前半ぐらいで結婚して、うん、30前半ぐらいでなんかキャリアプランができてる頼れる男を見初めて女の人がまあこいつだったらっつって結婚するみたいな、うん、そう、そんな感じになってたんですね昔も。そうすると出生率は下がってきますよね。なるほど。っていう形でマルサスのトラップにはまる前に、うん、
社会的に人口抑制が始まった。すごいな。これね、あんまりやりすぎると、うん、こう全部計画されてたのだみたいな、なんかそういう意図があってとかだって、まあ、かなり偶然だと思うんですけれども、うん、偶然日本って世界でいち早く人口動態が丸刺す的じゃなくなったんですね。なんか知らないけれども制度の方が適用して、うんうん、子どもの数を抑える方向に働いたと。これって面白くて、そのためですね、うんうん、日本って、うん、あのその後も経済は成長していってるんですよ、うん、あの18世紀から19世紀にかけても、うん、なのに人口は伸びないので、うん、幕末頃になると、うん、アジアで最も豊かなエリアであることはもちろん、うん、東ヨーロッパと同じぐらいの一人当たり GDP になるんです、ね、分かります。あの経済力がぐんぐん上がってるのに人口変わんないから、うん、一人頭の稼ぐ富がですね、日本って半端なかったんですよ。上がっていく。だってね、東ヨーロッパ、うん、ポーランドとか、うん、チェコとかは曲がりなりにも産業革命通ってますから、はいはいはい、その時期に機械化とか、うん、あの鉄道とか蒸気機関とかそういう時代なのと、うん、日本はまだ幕末開港期迎えてないので手作業なんですよ。なのに一人当たり GDP は結構高い。すげえな日本。そう、それが不思議なところで、だからこそ、うん、日本って明治になった途端にある意味で言うと、うん、近代化を受け入れる素地が非常にあったんじゃないか、あなんていう話がありますけれども、これって結構現代にも言えることで、うん、一つはちゃんとしないと結婚しちゃいけないっていう社会慣習になると、うん、それは人口減るべと。もう一つが人口減ってるから経済成長できないってわけでもないぜですね。もうっていう幕末の日本が証明してますね。そう、うん、幕末には一生増えているんですけどね、うん、あのなんですけれども、人口の伸びが鈍化しても経済成長が鈍化するとは限りませんよ、うん、これとかだとまさにですね、地方部だと人口減ってますと、うん、だから経済縮小は当然ですって言うんだけれども、うん、もう考え方次第なんじゃないかなと。地方も経済を伸ばしさえすれば、人口減っても一人頭の富は増えていくわけだから良いってことですか？あ、そうなんです。単純化するとですね、うん、2010年代で鳥取は一人当たり GDP、うん、県民所得ですけれども、はいはい、が伸びたトップ10に入ってるんですよ。やっとず、うん、で人口は減ってます、うんうん、ご存知の通りある意味で言うと、しっかり稼げるエリアであれば、うん、別に人口が減ってもまあまあね、別に人口だけで生きてるわけじゃないので、そうですそうです、むしろ地方はどうやって稼ぐ方法を考えるかっていうのが重要で、ねうん、結局ね、結果論としてしっかり稼げる地域だったら、うん、人口減少はある程度のところで止まってくれます、うん、だって稼げるんだもん、まあ、同じですね。稼げるんだから頼れるんだから人が増えていくってことですね。そうそうそう、女の人がくっついてくる、そうそうそう、オラガの村に嫁が来るってことです。嫁が来る、やった、うん、そういった形でちょっとね、なんか人口が減るから日本はおしまいだではなくて、うん、問題はこれは前回の動画でもお話したように、うん、じゃあこれからの高齢者を誰がどう支えるのかっていう問題で、その時に次の世代が支えますだと、高齢者が多い世帯っていうのは少ない若者でたくさんの高齢者を支えるって大変じゃないですか。わ、うんうん、かりますよ先生。あのちょっとお見合いの話に戻しましょう、はい、いやでもさ、はい、遮っちゃいけない。いやいやいや、戻りましょう戻りましょう、はいはい、でですね、すごく少なくなったお見合い結婚の割合なんですけど、うん、実は超上流家系では、はいはい、あのまだお見合いなんですよね。あ、結構ありますよね。あの、うん、私の知り合いでもいわゆる旧家族出身の方だったり、はい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 、あとはあの地方財閥の方、まあ、うち、うん、あの友達にもいましたし、学生にもいたし、あとは友達だと、はいはい、に婿入りした人とかもいますけれども、意味わかります。娘さんのところに婿入りされたんですよ、うん、だね、結構あるんですよ。東大の、うん、東大出身とかで、うん、まあ、下手したら在学中とかだったりするんですけれども、あ、もう青たがり、そうそうです。で、あの地方財閥の跡取り娘ですよね。わかる。こうやって血筋とか遺伝を、うん、どんどんプールしていくんですよ、エスタブリッシュって。うまくいってるところ、うまくいってないところあるんですが、うん、あの単純化すると、うん、恋愛結婚でくっつく人の割合って、うん、全人口の中の大体、まあ、決まった割合なんだと思うんですよ。はい、6割6割ぐらい、はいはい、7割、うん、そこより婚姻率を上げるためには、うん、結局お見合いしかないんだと思うんです。だからこれを現代的な意味でのお見合いっていうのが何に当たるのかっていうのをちょっと考えないといけない。つまりはさらに言うと、今
もっとだんだん恋愛結婚の割合も落ちていくだろうって言われてるのが、うんうんうん、職場でみんなで遊ぶとか、はいはいはい、みんなで出かけるとかっていうのを、うん、ダメになりましたね。それは良くないことだとか、不思議なのが、うん、SNS だと職場で飲み会があるって言っただけで、うん、もうそんな時代遅れな職場なんてすぐ辞めた方がいいとか今でもそんなことやってる会社があるなんて絶望とかって言うんですけど、うん、職場の飲み会とか旅行ってそんなに嫌いみんなって、正直 SNS にそういう活動が嫌いな人が集まってるだけなんじゃないのかなと。だと思いますね、うん、はい、結構ね、新興の急に大きくなった企業とかって、うん、なんか社員全員連れてハワイとか行ったりするじゃないですか。あーですね、まあ、税金対策ですけど、うん、なんかそれで結構その人たちめっちゃ楽しみとかって言って、友達あの、うん、友達の美容師さんとかもまあ急にね結構でかくなったんで、うん、チェーンがそうす、ね、みんな連れてハワイとか行ってて、うん、あのすげえ楽しみなんすとかって言ってるんですけれども、うん、なんかそんなにみんな嫌いでもない。例えばあの我々学者だと学会とかで、うん、地方で学会あると、うん、学部の人がたくさんいるとそれみんなで飲み行ったりしますし、ですよ、ね、うん、職場の付き合いを嫌いなのがかっこいいみたいななんだその中二病はってろくでもない付き合いもあるんですけれども、ってなるとまあ恋愛結婚の機会も少なくなりますよね、うん、そういう中で、うん、そのお見合いに代わるお見合い、現代的な意味でのお見合いっていうのを、うんうん、まあある程度復活させていかないと結婚はもう少なくとも下がっていく一方になっちゃうだろうなって思ったりもします。ちょっとこれは気になってるのが、うん、現実に存在するかどうかわからない、うん、めっちゃおしゃれな感じじゃないと、結婚しちゃいけないとか、めっちゃシャープでめっちゃおしゃれでめっちゃ金持ちでドラマみたいな恋愛をしないと結婚できないってことになったら、うん、大体全員したことないんで、うん、ドラマみたいなそのドラマとか映画とか漫画みたいな恋愛を経て結婚してる人って、うん、あんまいないっす。それを望んでるのも、まあ、女性で男の我々がついていけてないんですよね、うん、まあ、下手したらね、うん、最近若い子だと男性もそうなってる気がする。マジですか？出会いのハードルとか、うん、付き合うハードルが高くなっている。男の方がですか？まあ、男女ともにですね。で、性教育に関する調査、うん、成功経験と、あとはあの交際経験がどんどん下がってきてる、うんうんうん、要は高年齢化してきてる。なるほどなるほど。いろんな意味でいろんなハードルを上げすぎて、うん、大企業正社員と大企業正社員同士が生まれて都内港区のタワマンに住まないと結婚できないみたいなね、そんなやつはいないから。自分からどんどんハードル上げてって、当然ハードルが高すぎて超えられないっていうスパイラル、どこかでいやいやって、前だったら先輩なり親御さんなり親類なりバカなこと言うんじゃないって、うんうん、あのバーカバーカって言ってくれたのを、なんかそれ言うとハラスメントであるってなってしまってるんですが、ドラマの中の登場人物ではなく我々は生身の人間であるってことを、まあ、忘れすぎちゃいけないし、 SNS でキラキラしている人たち、うん、SNS 上だけですから。 SNS でキラキラしている知り合い、うん、そこそこいます、はい、キラキラするのが商売なんです彼らは。そう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 、彼女らは。で、現実に付き合ってみると、うん、普通になんかそこらの赤ちょうちんとか新橋とかで飲んで帰ってたりするんですよ。っていうか、あのみんな貧乏です、うん、ああいう人たち、うん、貧乏なんですよ。そうなんですよ。大して金持ってないんですよ。そうなんですよ。そのキラキラ業なんですよ、ね、うん、キラ業なんですね、うん、はあ、だってそれこそモデルですとか、うん、あとはあのなんとかのインフルエンサーですとか、うん、まあ、これはいいかどうかともかく情報商材売ってますって人がボロボロの服着てすげえ貧乏そうだったらちょっと買いたくないし、うん、それはそうですね。ブロージェンの、まあ、お見合いしろってことですね先生。まあ、そうだ、お見合い、またお見合い的なね、うん、あとはあのもう一つ言いにくくなってるのは、うん、子供と一緒にいると可愛いし楽しいよっていうのを、うん、もっとねみんな強調していくべきだと思ってるんですよ。なるほどなるほど。とにかく子育てがいかに辛いかっていうのを、うん、あの SNS で出すと、うん、めっちゃいいねがつくんですね。そうなんだ。で一方で、うん、子供が可愛い楽しいっていうと、うん、こんなことをして子供がかわいそうだとか子供の箸の持ち方が悪いとか子供にこんな添加物サプリのものを食わせるなんて言って、悪口がついてる方が、うん、みんな心のどっかですげえ羨ましいって思ってる方。あ、やっぱそうなんだ。でいいねがついてる方は、うん、よかった、私も一緒一緒、または子供いなくてもいいよねって思える、また結婚してなくてもいいよねっ
って思える言い訳を与えてくれてる材料。なるほどですね。だからそれにね、あんま流されちゃいけないですよと思ったりもしますね。ということですね、まあ迷わずお前らお見合いをしろよってことで、鳥取研究所でした。でした。